こんにちは、翔太です。猛烈な腹痛に襲われているんですけど、本日来た新しく来た MR のオークインシですね、性能を見ていこうかなと思います。まあ正直ですね、スキルには魅力的なんですけど、ぶっ壊れではないかなというふうには思っています。まずは奥義なんですけど、オークインシ、エビス、超高名で体力レベル ×20 と状態状態性 3% で、オークインシ源の広政、多分ここはあれですね、稲葉ウサギかなと思います。 MR ので、聴覚出雲の国で攻撃力 5% 会心地レベル ×25 つくと、まあ状態上耐性の奥義があるっていうところは優秀かなと思います。それでは目次になります。まずこのキャラクターパッシブ3、性能優秀なので、先に見てスキル1スキル2パッシブ、最後にまとめをやっていこうと思います。まずはパッシブさんですね。新しい、特殊状態が実装されました。出陣時5ターン内た自身が神経状態になってですね、受けるダメージが 50% 減少で、物理会心ダメージが 5% かける神経の残りターン数増加、まあちょっとこの時点でクリティカルに頼ってるのかなというところがあるので、まあ正直ですね、今の環境とはマッチしないかなと思ってしまってます。で、会心攻撃が発生するたびにですね、神経のターン数プラス1、敵を撃破するたびに神経のターン数プラス2、最大10ターンまでと、まあ、地桜がですね、同じようなターン数の伸び方で、まあ、20ターンまで伸びることを考えるとですね、ちょっと微妙かなというふうには思ってしまいますね。で、自身が致命傷を受けたとき、神経の残りターン数の半分を消費して致命ダメージを無視。で、自身の異常状態をすべて解除し、ちょっとここからややこしいんですけど、100% の確率で残り HP パーセンテージが最も高い、かつ最大 HP が自身より低い敵の有益状態、あるいは、生後状態を N つ解除。N っていうのはですね、神経の残りターン数なんで、まあ、仮に10ターンだとして、致命ダメージを発動すると半分になるので、まあ、最大5個。解除できるのかなというふうに思います。で、まあ、この 100% の確率で、残り HP パーセンテージが最も高いかつ最大 HP が、自身より低い敵なんで、これちょっと育成してない状態だと発動するのかしないのかっていうのがよくわからないですね。最大 HP のところが勝つになっているので、ちょっとそこは要確認しないといけないかなと思います。自身の残り HP パーセンテージがその敵より低い場合ですね、その敵と残り HP パーセンテージを交換するなんで、まあ、ちょっとこれはですね、吉と出るとか凶と出るか微妙なところで、相手の方が HP 低いと何も起こらずにですね、終わってしまうというところがあって、まあ、逆に残り敵の残り HP が 100% に近いような状態だとですね、まだ HP 全回復できるっていうところがあるので、まあ、ちょっとここはですね、まあ、その時々によってまあいい時もあれば悪い時もあるって感じかなと思います。で、このスキルは3回まで発動可能となっていると。なんで、まあ3回致命ダメージ無視が発動できるというふうな感じです。強みとしてはですね、神経状態によってですね、致命ダメージ無視が、まあ、3回まで発動可能となっています。で、致命ダメージ無視をした時にですね、まあ有益状態であったり生後状態を解除することができ、なおかつですね、HP の交換をすることができると。で、会心攻撃ですね、こちら神経の残りターン数 ×5% ですね、物理会心上がるので、最大ですね 50% 物理会心ダメージ伸ばしていくことができます。弱みとしてはですね、ダメージカットの部分ですね、ここに関しては受けるダメージが 50% 減少のみとなっておりますので、ここも伸びてくれたらよかったんですけど、まあ、ちょっとそこは伸びないというところで耐久性は低いかなと正直思います。まあ、最上義明ぐらいですかね。で、まあ、最大 HP で勝てないと生後解除できないのかなと、ここに書いてある文言だけ見ると思ってしまったので、まあ、ちょっとそこは残念なポイント。で、まあ、会心にこの時点で頼っていることが、まあ、丸見えになってしまうので、まあ、利子に弱いのかなというふうに思います。続いてスキル1の性能になります。残り HP パーセンテージが最も低い敵を7回集中攻撃し、毎回 660% の物理ダメージを与え、さらに筋力値の8倍のダメージが加算。で、毎回攻撃前、自身の残り HP パーセンテージができる高いと、ダメージが倍になると。なんで、まあ、HP パーセンテージにですね、高めに保ちたいようなキャラクターになっています。
で攻撃時回心率が 30-60% 増加で敵の残り HP パーセンテージが低いほど回心率増加が高くなるなんで、まあやっぱり回心に頼ってる感じかなと思います。で回心攻撃が発生した場合ですね、自身がそのダメージの 100% の HP を回復なんで、まあここで回復しっかりしていくことができるので、城とかでは使いやすいかなと思います。すべての攻撃を4ターン内ダミ方6名を攻撃生後状態にさせると。で攻撃生後っていうのはですね、筋力値の 3.5 倍分攻撃力ダメージをカットしてくれるものになります。ダメージとしてはですね、まず 4620% と筋力値の56倍からですね、ダメージ倍になると 9240% と筋力値の112倍で、クリティカルが出るとですね、まあ、ちょっと一応ですね神経状態、10ターンの時で計算しました。まあ、そうすると結局クリティカルダメージも2倍になるので 18480% と筋力値の224倍になるかと思います。強みとしてはですね、回心攻撃、回心率上がっているっていうところで出しやすく、まあ、火力は非常に高いというふうに思います。で攻撃時に回復も可能であるので、まあ、その点に関しては優秀かと思います。まあ、弱みとしてはですね、まあ、ちょっとクリティカルに頼った攻撃、クリティカル何もしていなくても出やすいっていうところで、ちょっとリシーにはですね、まあ、やっぱり弱いキャラクターになってくるのかなと思います。次にスキル2です。でちょっとスキル1とスキル2ちょっと毛色が変わっていてですね、敵を6回攻撃し毎回 700% の物理ダメージ、さらに、筋力値の8倍のダメージが加算と。で残り HP パーセンテージがですね、自身以下の敵が1名多いごとに攻撃回数が1回増加、最大6回増加可能なんですけど、ちょっとここはですね、まあ、HP マックスで 100% であれば6回というか敵の人数分ですね攻撃回数増えると思うんですけど、なかなかちょっと耐久性低いってところもあって難しいんじゃないかなとは思います。で毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合ダメージが倍になる。でまあ、筋力値勝負となっておりますので、武将以外であればこのダメージ倍は発動するかと思います。で自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合、さらに自身の最大攻撃力 50% のダメージが加算されると。これ最大攻撃力の 50% なんで、ただの攻撃力ダメージより強いです。で同じ敵を再度攻撃する場合 100% の確率で敵の有益状態と生後状態をそれぞれ1つ解除。でまあ、これちょっと微妙なところで、同じ敵を攻撃した時なんで1回目の攻撃ではですね解除してくれるわけではないっていうところが非常に残念なポイントだと思います。もう無条件で解除してくれてもいいぐらいかなと思いますね。自身の残り HP が 50% より低い場合、そのダメージの 100% の HP を回復なんで、まあ、HP 低い時は回復もできると。で全ての攻撃を4ターンの間味方6名をより投げ生後状態にさせる。でこれが筋力値の 2.5 倍分敏捷ダメージをカットしてくれるものになります。ダメージとしてはですね 4200% と筋力値の48倍で、まあ、最大攻撃力の 300% のダメージ、からダメージ倍になると 8400% と筋力値の96倍、最大攻撃力の 600%でそこからですね、攻撃回数12回になると、まあ、さらに倍になるので 16800% と筋力値の192倍、最大攻撃力の 1200% で、まあ、ここからクリティカルですね、まあ、自分で補正というか祝福とか付与してあげて、出すとさらに倍になる可能性があるって感じです。強みとしてはですね、まあ、こっちではですねスキル1に比べてスキル2はクリティカルに一応頼らない攻撃となっているので、まあ、リシに有効な攻撃はしていけるかなというふうには思います。で、まあ、HP を高く保つことができていればですね最大攻撃力のダメージを出していくことができると。弱みとしてはですね敵を6回攻撃っていうランダム攻撃となっているっていうところと、まあ、ちょっと相手の残り人数によって攻撃回数が変わるっていうところでですね、火力を維持することが難しいかなというふうには思いました。で整合解除方法ですね、これもちょっと同じ敵を攻撃しないといけないランダム攻撃っていうところでちょっと残念すぎるかなというふうには思います。でまあそうですね、まあこのスキル2に関しては非常に火力が高い、まあここからですね祝福とか付与してあげてクリティカルを出していけばですねとんでもない火力を出していくことはできるような性能になっているので、ボス戦とかではですね非常に使いやすいかなと思います。続いてパッシブです。攻撃力 56%、 物理防御貫通線と。
で HP60% と筋力値の2倍分の敏捷ダメージをカットで神経状態の話ですね。で続いて筋力値の360倍と筋力値のレベル ×360 と、防御貫通レベル ×15 で筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカット、 MR 武器が会心値レベル ×300 攻撃力 21% 体力値レベル ×280、 UR 戦武器が会心値レベル ×280 攻撃力 19% 体力値レベル ×260 となっています。強みとしてはですね、まあ、HP が高めになるようなパッシブかなとは思います。HP 上限 60% 上がりますし、体力値もついているっていうところで、まあ、HP が高くなるように調整しているような感じはしました。弱みとしてはですね、まあ、ちょっと会心の扱いが難しいですね。クリティカル出したくないんだけど出さないといけないっていうところで、まあ、スキル1でなるべく神経状態のターン数を稼ぎつつですね、致命ダメージ無視で耐えつつスキル2を打つような感じになるのかなとは思います。で正直ですね、会心値はいらなかったですね。武器体力値ついているんで、このキャラクターを生かすため HP を伸ばすって観点で、武器は必要になるキャラクターかなとは思うんですけど、まあ、ただ会心値も同時についてしまうというところでスキル2でクリティカルが出やすくなってしまう、まあ、特にリシュはですね、こちらのクリティカル率を上げてくるようなものになってくるので、まあ会心値は正直いらなかったですね、うん、で物理防御貫通1000っていうちょっと固定値のところも残念なポイントかなとは思いました。ちょっとここ命中値とかだったら嬉しかったかなと思います。最後にまとめです。まず戦役ですね、火力高いんですけど命中値がないっていうところで安定して攻撃を当てていくのが難しいかなというふうに思いました。ボス戦はめちゃめちゃ使いやすいと思います。特にスキル2の火力が高くてですね、攻撃回数の調整とかもできると思うので非常に優秀かと思います。闘技場はですね、まあ、地上に強いキャラだとは思います。火力は魅力的なんですけど、まあ、耐久性に難があるキャラかなと思いました。城はですね、スキル1、しっかり回復できるので簡単には打ちにくいかなと思います。強みとしては最大火力ですね、ここは非常に魅力的なものになっていると思います。で神経によるですね、致命ダメージ無視があるので、スキル2を打つっていう観点で言うと、比較的打っていくことはできるかなと思います。で敵と HP を入れ替えることでですね、まあ、一気に回復することも可能となっています。弱みとしてはダメージ軽減ですね、この部分は 50% のみとなっていると。で耐久性ですね、ここがお世辞にも高いとは言えず、まあ先ほどですねスキル2を打てる可能性は高いと言ったものの、連続攻撃とか されるとですね、まあ、そのまま、3回の致命ダメージ無視使い切ってしまって落ちる可能性っていうのは、まあ、あるかなとは思います。でまあ会心な扱いですねっていうのが出したいのか出したくないのかよく分かんなくて中途半端で活かしにくい。で、まあ、結局リシュには弱そうというところがあります。まとめとしてはですね、強いとは思うんですけど火力だけな印象があるキャラクターです。で、まあ、リシュにですね苦戦している場合ですね、現状、まあ、その方が多いんじゃないかなと思うんですけど、このキャラクターを取っても改善されるってことはないかなと思うので、まあ、ちょっと信念のキャラなのかなにはなるんですけど、まあ、スルーでいいかなというふうには思っています。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。